みんなおはようございます。まだ話したいのは前の話の通りお酒のことです。お酒ならいいことと悪いこともありますね。もちろん悪いことが多いです。私はお酒をずっと飲んで1ヶ月国から帰った時1ヶ月ぐらいやめたから、その間にはいい感じがしました。1ヶ月ぐらいやめたから体があまり悪いことがない。少し軽くて積極的になります。これはいいことです。でももちろんお酒は飲めない方がいいです。でもね、お酒の言葉さんが聞いたことがあります。これは一日楽しみたいならお酒を飲んでくださいんで、一ヶ月ぐらい楽しみたいなら結婚してくださいんで、長い時間期待の人は木を育ててくださいんで、育てる木を、これは長い時間いいです。はい、これだけです。はい、ありがとうございます。